こちら、じゃーん。いやーじゃーんって言ったけど、なんだよこれ、もうすいません、お風呂じゃん、お風呂だよねこれね、お風呂、なるほど、だからこういうこと、はい、そういうことでございますね。いや、あの本当にここのお店、そもそも大食いにすごく優しいお店で、10玉とか、はい、チャレンジメニューとかたまにね、あのやってくれてたりとかするんですけど、はい、これはねちょっとね規格外でしたね、あまりにもすごいとこになっちゃったな。これってどのぐらいの量なんですか。18キロ18キロすいません、うちのスタッフが気合を入れすぎました、大変申し訳ございません。このあのアメリカがなんかのチャレンジメニューですか。どうなんすかね。いや、マジか。まあ、行きますか、行きましょうよ。はい、とりあえず食べましょう。はい、はい、じゃあ行きます、はい、せーの、いただきまーす。いただきまーす。すごいな、マジで。じゃあ、まあ、全然もうあのおのおの取りましょう。はい、ガーッとね、うん、行っちゃっていいですか。うん、行っちゃっておー、そういうことですよ。おー、あ、おー、いける、あ、てかこれすっげーな、マジで。これ下全部麺じゃん。そう、混ぜれる、いける。これどうなの、これ自分のとこ混ぜた方がいいの、それともなんか、あ、いいよ、全然気にせず、もう行こう、ガンガン食べやすい。ムニョンムニョンだけど、はい、やい、適当な感じでいい、取れないんですよ、そうなんだよ。はい、行きましょう、みんなで。おー、そう、うまいよ。うん、うん、あ、うまい、うまいですわ。この甘辛さがいいよね。うまい、うまっ。え、これ後ろ全部出るわ。え、でもそれぐらい甘い、マジで。ちょっとびっくりした、フラグやめてよ、もうちょっと早いですよ、本当に早い、口先詐欺師みたいな感じやめて、ちょっと、いやいやいや、パフェの時よ。うんうんうん、びっくりするよ、そうなんだ、これ超うまいんだよ。で、このさ、ちょっとこれを食べてほしいのよ、私の一番好きな、このお肉食べてもらっていいですか。お肉、はい、お肉、はい、これね、はい、これお肉、お肉、ちょ、お肉、お肉ね、はい、はい、取って。うん、うまい、おいしいでしょ、うまい。これね、レバーなの。おぉ、そう、レバーを一回揚げて、それでこのあんに絡めるんですよ。あ、だからこんなプルプルしてんだ。そうあの、無駄とかないね。そうなの、そうなの、うん、ね、これおいしいよね。うまい、このスタミナラーメンといえばこのレバーがね、入ってるっていう。ああ、そうなんだ。そう。カボチャとか野菜も美味しいですね。うんうん、うん、うん。めちゃくちゃうめえぞ、これマジで。よかった。ちょっとビビったかもしれない。二人に気に入ってもらえて嬉しい。これやばいね、本当に。うまいんで。醤油の強いみたらしみたいな。ああ、いい醤油。うん、ほんと、そういった目の見た目だわ、うん、これ一番的確な表現だわ、うん、ちょっとあの、今日は遠慮しますけど、ライスが欲しいですね。あー、そうだね、この案絶対何でもあるよ。え、今日遠慮するんだ。へぇ、やめようよ、仲間だよ。味方同士だから、うちら、ここちょい上手ってあるから。いや、ただ、煽るのちょっと早すぎます。いくらなんでも、いくらなんでも、ちょっと早い、まだ3分くらいだ。先走った、ごめんごめん、もうちょっと行ったからね。あとだ。いや、これは、うん、相当うめえな。ありがとうございます。おお。
つりですよ、がっつり。ありますんで。刺激的なやつありますんで、よかったら。ボスやばいですか。やばい、もうベースがうますぎるから。やばいわ。やばいわ。あ、やばいこれ。すごいわ。半分いった？そんなことはない。でも、もう数分ぐらいじゃないですか。早いね。で、僕、辛みもらっていいですか。うん、いっちゃう。いいじゃん、いいじゃん。なんかビジュアル的にはすごい、すごく。だよね。でもうまいです、やっぱり。いける辛さ。全然いける辛さですね。あ、いける範疇。全然いける範疇です。普通に大盛り、大盛り分にスプーン1杯ぐらい入れちゃって大丈夫です。スプーン。大盛り。あ、いいじゃん。ジャブ。ジャブ。これはね、辛いの苦手な僕でも美味しいと思いますね。本当ですか？この辛み追加は、うん、あの、びっくりするぐらいうまいですね。自分がちょっとびっくりしてる。これ考えたら天才じゃない、マジで。めちゃくちゃうまいよ、本当に。マクさん、おかわり自由ですよ。ありがとう。へぇ。ちょっとね、頑張ろうって意識が芽生えました。マクさん、白ご飯ありますよ。へぇ。ちょっと頑張ろう。ここは頑張っとこう。いや、食堂だから白ご飯もありますよ。私を挟んで煽るのやめてもらっていい？合うね、これね。もうだいぶ家に来る時もそこを撫でる感じになってますね。すごい。目測でこれ残量どんぐらいだろう。3キロぐらい、4キロぐらい。4ぐらいですか。今何分ですか、これ。34分15秒です。あと6分ですね。あと6分。出たよ。安定の。出たよ。スタッフさんは今日早く帰りたいみたいでした。はい、そうです。いつもです。いつも。だって2軒目はめっちゃ早せかしてる。左側の方が一番すごい顔。ね、やっぱ来ますね。でなんか重いの。本当に蓄積がすごいよね、これね。はい。だって今だから白状しますけど、ちょっと僕レバー避けましたもん。あ、肉ちょっときつくなった。出た。ではこのパターン。よし、私が肉いこう。おマジっすか。うん、全然。ちょっとこっち手前に置いていい。あとどのくらいこう。あ、そうしたら
みんなあとそしたらもうさ、昆布をさ、一つでいい。あ、いいです。ちょっと開けて。はいよー、あとこんぐらいよー、みんな。すごいよ。ほら。だって私がレバー取るよ。それどころじゃない、こうしてるんですよ、なんか。もう、量とかじゃない人がいるんですよ。何やってるんですか。本当に。なんであのさっきまで、つい10分前くらいまであんな元気だったの。また歯の息がなくなってきた。なんで毎回なんでこうなっちゃうの。はい、いただきます、せーの、はい、うん。